なちゃん起きてください。やっと起きてまーす。綺麗だね。だってねちゃんありがとう。もう今日はめちゃくちゃゆっくりしました。てかなんならほんと2時3時くらいまで寝てて、2時1時2時くらいまで寝てて、そう、それでのんびりすいのんびりしてのんびりしてスマホいじってとか昨日の V を見てとかしたらあっという間に夕方になってました。早すぎ早すぎよ。でもめっちゃゆっくりできたので久々の休日が最高でした。めっちゃ寝たなんか寝るってか、なんか次の日のことを考えずに寝ましたっていう最高の日です。昨夜も嬉しくて寝れませんでした。だって優しい。嬉しいですね。本当にありがとうございます。待ち上がれですね。ファンの皆さんが喜んでくれたなら私も自信を持って踊れそうです。昨日のコンサート今までで一番楽しかったよ。だって、嬉しい。よかった。なんかでもやっぱりさ、ちょっといろんなさ、なんか頑張らないといけないところがちょっと多かったコンサートだったから本当に緊張したんですけど、そう、めちゃくちゃ緊張したんだけど、でもなんかその中でも自分ができることはやれたかなーっていう感じです。めっちゃ見送りあったのが嬉しかったです。だってよかった。マロウ7期のオーディション受けますか。マロウ7期のオーディション受けさせようかね受けさせようかねって感じ。でもな、もう6歳だからね。マロンはリハしたのですかって。できま、してません。マロンは、マロンはもっとぶっつけ本番で、本番初めてメンバーとステージ立って、そう、あ、でもなんかステージは好きだったんですよ、マロンは。そう、ステージは好きだったんですけど、逆になんだろうみんなが、私が出番終わった後にマネージャーさんとかに預けた時に悲しい気持ちになっちゃって、そう、っていうことが結構多かったかなっていう感じですね。だからマネージャーさんと仲良くなって、そうだけど、なんかそのステージに吠えたりとかそういうのもなくて、でも音響さんとかがやっぱワンちゃんは大きな音が好きじゃないんですね。花火とかもあんま犬は好きじゃないらしいから、そういうのもこう配慮してくださって、ちょっと音量とかもちょっとだけ下げてもらったりとか、ワンちゃんに対しての配慮はしてもらったので、マロンも別にお耳とか体調とかに異変はなくできましたので、そこら辺はなんか安心してもらってほしいなってこう、いや、すごく思いますね。なんか、ま、やっぱ犬って調べたらめっちゃワンちゃんは大丈夫なのかと思うんですけど、なんかマロンもそのステージ立って怖がってなかったので、ああやっておしっぽが上がってお散歩してるんですよ。そうそうそう、だからそういうのもあるかな、そうですね、大丈夫でしたいい子ですね。だっていい子ですよね、めちゃくちゃ。なんかほんとスタッフさんからもめちゃくちゃいい子だねって言ってもらって、そうなの、ほんとに。え、飛んできた2万のやつが。誰？にゃおん、ありがとう。もしかして待ち上がれですかにゃおんがすごいやつをくれました。ありがとうございます。
書いちゃうよ。ありがとう。あれ、あれ、ちょっとさっきまでペンがあったのにペンがなくなったかもしれない。あれれ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 、ありがとう。あった、おいしょおいしょ、キャー、よいしょ。皆さん待ち上がれよね。多分ファンの方がすごくいっぱい喜んでもらったか、私も嬉しいんですけど。まだサブスクは、多分サブスク解禁されるのは発売日かな、ちょっと先かもしれないんですけど、皆さんぜひサブスクが解禁されるまでの間ワクワクしててもらって、はい、サブスク解禁されたらいっぱい待ち上がり来てください。すごいタワーだ。嬉しい。待ち上がれ。はい、なんかコンサートもまだいっぱい決まったじゃないですか。コンサートがまだ4月5月っていっぱい3月って決まったので、その時にも披露できる機会があったらいいですよね。そうそう、あったらいいなと思うので、そうやっぱこのシングル期間の時はいっぱい披露できたらいいなって思うので、よろしくお願いします。たくさん聞いてね。やおん、せーの、ありがとう。スクショしたら OK って言ってね。キュン。にゃんにゃん、待ち上がれ。あいつは噂の恋泥棒。にゃおー、見てる？ありがとう、すごいタワー。いつも応援してくれてるおかげです。ありがとう。そう、カップリングはやっぱ披露される期間が短いので、そうそう、だから、ね、いっぱいその間にコンサートがあるんでやっぱ嬉しいし、いっぱい披露できたらいいなというふうに思います。いやーいやー、待ち上がれ。なんすか、いのちゃんから待ち上がれって言われるとゾクゾクします。だってどういうこと？え、すごい、今日ずっと頭の中で待ち上がれが流れてました。でも今回両方全部の曲、4曲新曲のがめちゃくちゃあれですね、めちゃくちゃなんか頭に残る曲が結構多くないですか今回。うん、多い気がする、めちゃくちゃ。だからなんか全部の曲覚えやすいような気もしますね。昨日のキュリとの漫談は誰と考えたんですか、どっちが考えたんですかって、あれはもうスタッフさんが考えてくださったやつを私なりに
距離で私なりにこう夜決めて考えました。そうだからある程度のベースはスタッフさんが考えてくれましたね。そうそう演出家の方が考えてくださって、それに合わせて私たちが言いやすい言葉で考えましたね。そうそうそうはい、だからあの寸劇もうめちゃくちゃいっぱい練習したんですよ。いろんなパターンとかも練習して、どうやったらなんか面白くなるのかとか、めっちゃね大変でした初めて私コンサートに居残りしたもん。ほんと初めて居残りしました。あんま今まで居残りしたことなかったんですけど、初めて居残りして、キュリと二人で夜遅くまで練習して被り物とかぶって、なんか脱ぐタイミングとかセリフのタイミングとか、あと何でだって衣装がすごくね、馬の茶色の衣装からアイドルになるっていう設定だったので、もうダンと外したらもうキラキラの衣装になるっていう、もうあれは衣装さんが考えてくださったんですけど、ああいうのもすごい嬉しかったし、そうなの、なんかそういうのも全部こだわりがいっぱいだったんですよ。とりあえずすごく、だからもうバーン取ったら音が止まるとか、そうそうそう、キュウリをどのタイミングでこう引きずり落とすとか、そういうのもあったし、でもやっぱり私があそこまで皆さんが盛り上がってくださると思ってなくて、だからみんながその泥のメトロノームって、これどこが馬の曲だか分かんないんだけどって言ったら、キュウリが馬口姫だから馬口ねって言ったじゃないですか。そう、その時にもう会場がうおーってなったんですよ。ってなったからやばいと思って、おーとか言ってる本当はそんなの当てられるわけないじゃんだったんだけど、みんながあまりにもおーとかって言ってるから、おーとか言ってるけどさ、そんなの当てられるわけないじゃんって追加したりとか、もうなんか状況に応じてセリフを変えるのがもう本当にドキドキだった。どんな反応来るのか分かんなくて、そう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 、分かんなかったから、めっちゃそれは私これしらけんじゃないかなと思ってたから、ただね、そのだからポニーテールとかそういう曲あるじゃんってセリフの時のポニーテールでもおーってなったんですよ。あ、そこでおーってなるのかとか思いながら、私は皆さんの声援を聞いてましたどっちで想像したのか分かんないから、みんながそもそも想像したのかただ単にあったか分かんないけど、そうそう、あれはめっちゃあれだった、ドキドキだったけど、ベースは決めてましたね。やっぱそのキュウリのかぶりも取るとかそういうのはちゃんと練習したんですけど、みんなのそのどのくらいリアクションのそのなんだろう、リアクションをされてそれに対しての間がわからないからめっちゃ難しかった。すごい誕生日でね、いのちゃんのセンターという最高な楽曲のプレゼントをもらいましただって、おめでとう。じゃあ今日誕生日ってことですか。35分までしましょう。おーって言っちゃったもんだって。本当に。そう、馬口姫もびっくりよね。本当に。1297日おめでとう。ありがとう。今日誕生日だって。アイリーパパ、お誕生日。おめでとう。パチ、おめでとう。昨日はゼップのコンサート来てくれてありがとうございました。
お顔が見えた瞬間めちゃくちゃ安心しました。ありがとう、おめでとうございます。これからもりのちゃんをしていてください。あ、アイリーパパがタワーをくれた、ありがとう。みんなアイリーパパにおめでとうって送ってください。おめでとう、誕生日11月28日、おめでとう、すごい。なんか私がこうやって真ん中の曲をいただけたことでファンの皆さんまでこんなに喜んでもらえてることが私本当に幸せで、なんか皆さんに嬉しい気持ちにでねできたなと思ってとっても嬉しいです。本当にそう、まだまだなんですけどありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。でもちょっと喜んでもらえたかなっていうことと、やっぱ代表曲をもらえるのってとてもなくて光栄なこと、自分のセンターの曲ですよ、だってで衣装が作られてとかそういう曲がいただけることを今回17枚目シングルで、そうだからなんかすごいの曲大切にしていきたいですし、そうそう、だからね、嬉しいです私も。だみんながねめっちゃ喜んでくれてることが嬉しいです。本当に嬉しい、私は何よりも嬉しいかなって感じです。はい、で無事に披露できてとかが本当に嬉しい。でも今日ちょっとメール送りそびれちゃったんですけど、明日はちゃんと送りたいと思います。今日はちょっとお休みしました。でも久々になんか本当にずっと、私は1ヶ月前から聞いてたんですけど、この曲が私が真ん中っていうことかな、ちょ1ヶ月前くらい、そんなないかもしれない、もうちょっと最近かもしれないけど、そのくらい前から聞いてて、わーってわーずっと思ってたんですけど、本当にだから無事に披露できて皆さんに伝わってからやっぱ実感することの方が多いので、そう嬉しいです本当に。皆さんありがとうございます。そうなの、はい、アイリーパパー今日誕生日だけ日付変えとこ、11月28日せーのじゃん、アイリーパパお誕生日おめでとう、じゃーん、少しできたら OK って言ってね、アイリーパパおめでとう、素敵なお誕生日になったみたいでよかったです。寒くなってるのでね、皆さん体調には気をつけてくださいね。ってことで終わりにしたいと思います。明日は午前中にちょっとだけメイク配信して夜また配信できたらしようかなーって感じにしたいと思います、思います。皆さんももうちょっと今日遅くなっちゃったのでいっぱい早め寝てください。はい、ではランキング見ます。13位がフラン、12位がクシラッキー、11位がエウリカ、10位がリトゥーさん、9位がガオ、8位がニシプ、7位がオカモ、6位がニコラスさん、5位がノブリン、4位が松山さん、3位が佐世保のてっちゃん、2位がアイリーパパ、どうもありがとう、お誕生日おめでとう、そして1位が
このキラキラ光るすごいタワーをくれたにゃおでした。にゃん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 、ありがとうございます。いつも応援してくれてありがとう。いっぱいいっぱい待ち上がり聞いてください。よろしくですよ。はい、ありがとうタワー、嬉しい。はい、ってことで皆さん、ちょっと短かったんですけどありがとうございました。ではいっぱい寝て明日も頑張ってください。おやすみ。バイバーイ。